いちごる、こんにちは。こんにちは。いちごるチャンネル。いちごるちゃん。前回いちごるってこうでしたっけ？どうでしたっけ？こうか。いちごる。そうです。いちごる。はい。せっかくね、女優さんも考えてる。そうですね。いちごる。いちごる。いちごるです。いちごるです。まあ前回に引き続き、はい、ゴルフ場での撮影なんですけど、はい。今回は傾斜地。傾斜地。まあ、ここですもんね。まあ、ここですね、傾斜地、はい、での対応の仕方をちょっと、はい、教えていきたいと思うので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、まあ菊さんやっぱりスライスが多いじゃないですか、はい、ミスで、はい、で、まあここ右のラフ、ティーグラウンドから見て右のラフ、つま先上がりのライでどういうふうに打つかと、打つかっていうのをちょっとやってもらいたいんですけど、はい、とりあえず菊さん打ってもらえます？今ですか？今、はい、はい、何も教わらずこの前の林と同じように、はい、とりあえずやってみると、同じように結構、結構傾斜ありますよね。ありますよね、はい、グリーンあっちですよね。グリーンあっち、はい、まあ、距離は今で200ヤードぐらいですかね、はい。菊さんいつも何持ちます？まあ、いつもっていうほど来てないんですけど、はい、まあちょっと難しいんで、こう一発で届く気はしないので、はい、7番とか一番振りやすいので打とうかなとは思う。はい、じゃあちょっと7番やんで。いいです。はい、打ってみてください。でも林でちょっと教わったから、ね、短く持ってるので。ああ。思ったより結構うまく打って、でも全然飛んでないです。まあちょっとダフりましたよね。はい、ダフったし、はい、なんか飛ばしたいのに上に行っちゃいました。まあ、まあそうですね。うん、今のはダフってロフトがついちゃったっていう感じなんです。ロフトがついちゃった。はい、ダフってこう下に入っちゃった、下に入っちゃったってことですね。はい、はい、でそこでです。それを着実に直す方法、直す方法をちょっと伝授します。大体スタンス幅僕7番やんでこのぐらいなんですよ。はいはい。でボールの位置も大体左方の前ぐらい。でこれが普段のショット。普段の構えですね。はい。でグリップのもまあ大体このぐらいで持ってます。グリップもちょうど、はいはい。でもこういう傾斜地、つま先上がりだけじゃなくて他の傾斜地行った時に共通して全部僕は一緒なんですけど、スタンスを1足分狭くする、うん、で球を2個分右に置くんですよ。だからそのまんまこっち側に、左側にそのままずれれば勝手に右になるじゃないですか、はいはい、でグリップをグリップを少し短くこうグリップの真ん中を持つっていう方がいいですかね、うん、はいはいはい、うん、これが一番短く持つじゃないですか、はい、その間ぐらいでここですね。普段からそのぐらいの人だったらもう指1個分ぐらい、そうですね、ちょっと短く持った方が当てやすく、通常よりじゃ あの指1、2本分ぐらいは短く持つって感じですか？そうですね、はい、で短く持った分近くに立ってあげる、はいはい、でフルショットで大振りしないってことですね。バランスが崩れてしまうので、はい、こういう傾斜地だとバランスを保てる肩から肩までっていうのをちょっと心がけて一発ちょっと打ってみますね、はい、ちょっと右側に置いてですね、はい、で肩から肩まで、肩から肩まで、今の、まあ、菊さん見ての通り少しこうドロー、はい、左に曲がっていったじゃないですか、はい、で傾斜によってやっぱつま先上がりは左に曲がりやすいんですよ、はい、でつま先下がりは右に曲がりやすいんですよ。なんでですか？来角が構えた時に、はい、うん、まあ、ちょっとアップライトになるじゃないですか。アップライト、アップライトっていうと通常の
構える位置がここだとしたら、はい、こうなるわけじゃないですか。はいはい、大げさに、ね、まあ塔が、トゥーが浮くわけですよね。その分フェースって左向くようになってるんですよ。はいはい、だからその分球が捕まってくるんですよね。で逆につま先下がりの場合は、はいはい、これが通常の来角だとしたらこうなるわけですよね。フラットになるわけですよ、はい、フラットになればなるほど溜まって右に行きやすくなるんですよ。そういう原理で基本的にはつま先上がりは左に曲がる、はい、つま先下がりは右に曲がるっていうのを覚えておくとコースにちょっと対応しやすいんで。じゃあ菊池さんそれを踏まえた上でやってみましょうか。はい、これでこれで OK です。それでちょっと一回素振りして、そうです、はい、おーすごい、よしですか。完璧じゃないですか。よしですか。だって今気持ちよくなかったです。気持ちよかったです。正直気持ちよかったです。すごいすごいすごい、きっちりちゃんと当たりましたね。はい、まあ、これ3回目なんですけど。もう一回いきましょう。どわい。まあでもこれでも3回目でうまくいっちゃうんですね。そうですそうです。へえ、でもこういうことなんですね。はい、これを覚えておくと、はい、全部の傾斜地対応できるんで、はいはい、これはあのつま先上がりだけど、うん、基本的につま先下がりでも、はい、左足上がりでも下がりでも、はい、考え方は一緒と。全部一緒です。グリップ短く持つ、靴一足分スタンアドレスを狭くする、で球を右にボール2個分通常の位置より右に置く、で大振りをしない、はい、でつま先上がりは左に行きやすい、つま先下がりは右に行きやすい、で左足下がりは球が低く出る、で左足上がりは球が高く出る、その4つを覚えておけば大体対応できるんで。なるほど、打ち方一つ、はいはい、じゃあ今の振りの感覚だけ覚えとけばいいんですか。そうですね、はい、形もやっぱりバランス崩すほど、大振りしない、もうそこが一番重要です。ドラゴンじゃないですね。ドラゴンじゃないです。結構あの傾斜地でフルショットして転がってる人見るんで、はい、それを気をつけて。そうですね、これでも100ギリにまた近づきました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、はい、最後、この動画、気に入っていただけましたらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。1ゴールです。1ゴール、1ゴール。まだ覚えてないです。まだ覚えてない。1ゴール、よろしくお願いします。よろしくお願いします。